ちゃこんにちは。はい、ゆたかさん、はい、はい、前回の動画で、うん、振り返りの時にちょっと深掘りしたいポイントがあるということだったんですが、ね、ちょっと今回はそこをピックアップしてはいはい行きたいと思います。まず内容としては、まあ、山口だよね。はい、ジャイアンツの山口投手、うん、はい、まあ、8回ワンアウトまでノーヒットノーランやってたんだよ。そうですね。で、これやるかなと思った時に、はい、うん、野間にとの対戦の時に、はい、やっぱこういう配球をしたんだね。はい、まあ、説明していくけども、はい、まあ、結局ホームランになったんだけども、はい、勝敗を忘れた1球、なぜ勝敗を忘れた1球になったかということが大事なんだよ。はい、でどういうことですか。チームの勝ち負けっていうより、うん、記録がよぎったっていうことですか。が邪魔した1球なんだよ。で結局さ、はい、まあ、1球目外から入ってくるんだよね、はい、山口が。でストライク、2球ストレート、はい、ね、で3球目はカーブを見せて、うん、問題の4球になるんだけど、はい、0対0だよね、はい、0対0、うん、で野間がホームランをするとしたらここの付近しかないわけよ。はい、でも山口はここに投げたかったと思ってるんだよ、はい、俺は、はい、でもシュート回転してここに投げた、中に入ってしまった。でも、はい、ここに投げてミスしたらホームランになっちゃったでしょ、はい、でノーヒットノーランもなくなり、うん、チームも負けたという、はい、でもノーヒットノーランをやってなかったとしたら、はい、俺はこの配球は取らなかったと思うんだよ。うーん、ノーヒットノーランをやるためのここの配球だったと思うんだよ。それはどういうことかというと、はい、野間って足が速い、はい、そうなってくるとここら辺にフォークを投げて、はい、ね、フォーク、はい、投げて三遊間に飛ばされて内野安打になる可能性もあるボールなんだよ。あ、はい、ね、でもノーヒットノーランをやってなかっただとしたら俺はここら辺とかフォークとかここら辺にまっすぐを投げてたと思うんだよね。はい、野間はどちらかというと流し打ちがうまいバッターだから、はい、やっぱ外を避けたと思うんだよ。ヒットを避けた、うん、ノーヒットノーランやってるがために、はい、そしたら足が速いバッターだから詰まらして打ち取りたかった、うん、これなぜ詰まらすかというと詰まったらバッターっていうのは一塁への到達時間がかかるようになる、うん、時間がかかるんだよ、はい、だから詰まらせたかったと思うんだよ、はい、それの投げ損ないがホームランになってしまったという。でもこれで1対0でも負けるわけでしょ、うん、だけどこれノーヒットノーランをやってなかったら俺は絶対こっちに投げたと思うんだよ、うん、まあ内野安打でも仕方ないと、ホームランだけは避けよう、うん、このボールは避けたと思うんだよ、はい、だから勝敗を忘れた1球。今日ね、プロ野球ニュースに斉藤正樹が来てた、はい、こういう話をしたんだよ。あの場面で8回 0-0 でそれだったらやっぱ外ホームランにならない、野間が長打にならないところに投げるのがやっぱ一番だろうねと、うん、だけどノーヒットノーランをやってるがために投げた1球じゃないかってやっぱ同じ考えしてた。うん、だからもったいなかったね。もうそうすると、うん、この配球はやっぱバッテリーの間で、うん、お互いがというかキャッチャーもノーヒットノーランの記録がちらついたということですか。ホームランっていう頭はなくて、うん、ノーヒットノーランの頭しかなかったんだ。なるほど。だからあーっと思ったはずだと思う、はい、で打たれてあここに投げるべきじゃなかったな、ここを要求するべきじゃなかったなっていうような、うん、お互いが、ね、考えになった。考えなくて、あ、やっぱり正解こっちだったなって、負けて初めて思うことなんだ。とても収穫は大きかったかもしれないですが、そういう意味では、いや、痛い一球ですね。痛い一球だし、山内が素晴らしかっただけに、やっぱ勝ちに持っていかなきゃいけない試合だったよね。だからあそこでベンチも思ったはずだよ、まさかホームラン打たれるとはって、はい、でもやっぱここは野間はホームランできるという力があるんだ。でも何年かぶりのホームランだよ。それが貴重なホームランになったわけだけど、それが皮肉なことにこのノーヒットノーランを打ち破るホームラン。だからノーヒットノーランやってるがために
ここを避けたんだろうなと思うね、バッテリーが。でも正解は俺はここだったと思うよ。だから記録が邪魔しちゃったな。その前に1本打たれたら、1本打たれて 0-0 だったらもうちょっとクリアになってたかもしれない、まあ、0-0 の引き分けか、はい、山口は負けなくて済んだと思う。だからもったいないちょっと試合だったかなっていうふうに思うね。はい、はい、で、はい、まあ大瀬良が勝てない、はい、広島、はい、なんで勝てないのか、はい、これをちょっと見てほしいんだけど、うん、岡本、右バッターから説明するね、はい、岡本、これホームランね、はい、これタイムリーヒット、はい、で、坂本タイムリーヒット、はい、で、若林左、丸左、はい、外すら、はい、何か感じることってない？各バッターの外しか打たれてないんだよ、ね、だから巨人打線が大瀬良はインサイドに投げれないっていうことを分かってる、うん、今の状態じゃ。だから外を狙い撃ちされてんだよね。なるほど。左も右も、はい、それでインサイドに投げてないかって言ったら投げてるんだよ、うん、だけどウィーラーにデッドボールを当てたりだとか、はい、各バッターのインサイドにストライク率がものすごく低いんだよ。そこでカウントを取れてれば外投げても、あ、今度は外だったかっていうことになるんだけど、はい、各バッターのインサイドことごとくボールになるから、投げてないわけじゃないよ、はい、ボールになるから外を狙い打ちされるという。インサイドでこうストライクが取れないから大瀬良投手もやっぱ外に投げがちっていうことですか？でも外しか投げれなくなるんだよ。でインサイド厳しいとこ行ったらウィーラーにデッドボール当てたりだとかさ、はい、そういうことになってしまうから、だからインサイド、各バッターのインサイド の制球をよくしないと、うん、大瀬良はそのまま勝てなくなるよって、うん、で山口と投げ合ったのが栗なんだよ、はい、栗はやっぱ多彩なんだよね、うん、変化球もたくさんあるし、はい、でも大瀬良はインサイドに投げれないけど栗はインサイドに投げれるんだよ、うん、だから好投を導き出せるという、はい、だから大瀬良は外ばっかり打たれてるようではやっぱ今後も苦しむよという、うん、そういう配球になってるんだよね。なるほど。だからすごく力のあるピッチャーだし、はい、それもったいないんだよね、うん、だから大瀬良の勝てない理由は外を狙い撃ちされるということ、はい、それをさせないためにインサイドにもう少し制球よく投げなさいということ、はい、それができないとずっと勝てませんよって、うん、ね、もう山口もったいなかったね、あの人のもったいなかったし、ね、試合には負けるしさ、はい、まあいい勉強したなと思うだろうけどね、はい、でもいろんな意味でこの帰国してからの2試合は、うん、印象的な、そうだね、試合ですね。まあでもしっかり投げれるからね、はい、非常に頼もしさはあるけどね、はい、さあ次です。では次ですね、はい、これは原監督の采配、はい、はい、ということで巨人の4回の攻撃、はい、ね、これスコアブックにしてみました。はい、もう少し上、もう少し上、ね、はい、はい、これスコアブックの抜粋という形ですね。そう、はい、で、はい、4回坂本から始まった、はい、で坂本はフォアボール、はい、続く中島もフォアボール、はい、ノーアウト 1-2 塁になったんだよね、うん、で北村に何をさせるかなと思った、はい、当然バントかなと思った、はい、でもバントができないと見るやいないや、やっぱり苦手なんだよね北村が、うん、ワンエンドワンから強行に出たんだよ、はい、そしたら見事に期待に応えて、はい、打点を上げるという、はい、でノーアウト 2-3 塁を作る、ここで、うん、ね、でここまでは博打だったんだ、はい、ギャンブル、うん、北村が打つのかゲッツーを打つのか、これ一つの賭けだと思うし、はい、原監督の勘だと思うんだよね、はい、これバントやっても失敗する、うん、そうなったら強行の方が絶対いいって、もう北村思いっきりいけと、うん、いうようなことで打たしたの、はい、でツーベースになって答えた、うん、で続く代打広岡、はい、広岡がノーアウト 2-3 塁、 2-3 塁からここに書いてある、方向性の重要性、はい、方向の重要性ね、うん、ノーアウト 2-3 塁、
塁いる、はい、そしたら広岡はおそらく原監督は右打ちっていうサインがあるんだけど、うん、はい、右に打て、まあ、期待に応えた広岡も立派なんだけど、これは右に打つことの理由っていうのがちゃんとあって、はい、まあ、内野手は下がってんだよね、守備者は、うん、そしたらこのゴロでも三塁ランナーはホームイン、右方向に打ってるからセカンドランナーもサードに進めるんだよ、はい、そしたらワンアウトサードを作れるという、うん、それも打点が取れて、はい、だから右打ちを出してんだよ、はい、その広岡が期待に応えて右打ちをうまく決めるんだ、うん、こっから6点の始まりと言っても過言ではない、うん、それまではフォアボールフォアボールもらったチャンスだったんだけど、はい、で北村がバントができないというような原監督の判断で打たせた、それがハマった、うん、はい、でもこっからだよ仕上げは。広岡が右方向にしっかりサイン通り打てたということがこの試合の最大のポイントであって、うん、でこの右方向に打てというサインも必ず広岡には出してたと思うんだよ、はい、だからその期待に応えられる技術があったということ、うん、これで2人の走者が帰って、はい、なおランナーセカンドに広岡が残るんだよ、はい、そしたら大城に、はい、俺強行で行くと思ったの、うん、そしたら送りバント、うん、まさかの。それもでも、はい、大城前の打席で内野安打打ってんだよ、はい、セカンドにね、はい、だけどもう確実に送らした、うん、一気に行けということで、はい、そしたら松原がファーストゴロだったんだけど、はい、慣れない坂倉が、はい、ホームにフィルダー処置しちゃうんだよ、うん、で1点取ってもう1点取って、はい、これ広岡が帰ってきてね、はい、でもう1点取ってランナー1塁に残る、うん、で仕上げはウィーラー、はい、まあ、ホームランを打つわけだけども、はい、はい、いいですか、狙い打ち、はい、いいですか、はい、ウィーラー右打席、はい、松原がランナー一塁、はい、もうこの時点で広島に逆転してるんだよね。そしたら松原の足を使って得点圏に行くことも可能なわけね。でね、これでね、偽装を何回も松原がするわけよ、はい、俺走らすかなと思ったらずっと置いとくんだよね、うん、でキャッチャーも松原がいつ走ってくるんだろうって、はい、もう一気に来るだろうなと思ってるはずなんだよ、はい、だからキャッチャーも松原をずっと見てる、うん、ね、いつ走るのかいつ走るのか、うん、でキャッチャーの心理とすれば走った時に投げやすい、はい、取ってから、うん、ね、投げやすいまっすぐ系をここに投げてくる、はい、それをウィーラーが読んでんだよ。なるほど。だから走らせないんだよ。このホームランは原監督の計算通りなんだよね。うーん、まあ、できすぎって言ってもいいけど、はい、でも松原が走るぞ走るぞって見せかけといて配球をこっちに偏らしといてこれをウィーラーに狙わしてるんだよね。だから走らないんだよ。うーん、元木ヘッドと原監督がいいっていうような仕草もちょっとテレビで抜かれてる時あるんだけど、はい、そのいいっていうのは元木はおそらく走らせましょうかっていう提案はしたと思うんだよ、はい、だけどいい置いとけっていうここを狙わせろっていうような意図があったんだよね、はいはい、それをウィーラーが仕上げとしてホームランを打ち一気に6点を取ったという。なるほど。だからね、いろんなことが詰まった中の6点だったんだよ、はい、だからこれはね、この攻撃はやっぱ見事だったし、はい、まあ原監督のこの冴えというかさ、うん、まあそれを感じたゲームであったね。うーん、まあショックだったと思うよ、菅野が、はい、先発して4失点で、はい、うん、バッテリーごと交代、はい、その中でバッテリー交代するときに大城を打順のトップに来るように、うん、9番にピッチャー入れてたんだけど大城を入れて、はい、まあ、8番に小林のところに利根を持ってきたというね、はい、まあ、そういうこの配置の仕方も、うん、その試合では当たったし、うん、だから見事なちょっと巨人の攻撃だったよね、はい、うん、だから
まあ、阪神はちょっと疲れを感じてるし、はい、なんか巨人は勢いが出てきたなっていうことを感じるゲームだったよ、はい、原監督も冴えてきてますね。冴えてきてるし、選手たちがよくそれに応えてきてるという、はい、ね、こうそういったところも噛み合ってきてるっていうところですか、はい、そうそう、はい、だからもっともっといっぱいあるんだけどさ、はい、だからもうちょっと深掘りしたいよね。まあ、例えば阪神ヤクルト戦で、はい、4回に4点差で送りバントやったシーンとかさ、はい、ヤクルトがね、うん、それとかオリックスロッテ戦で送りバントのなんかいろいろ和田との駆け引きがあったりだとか、はい、ダイソーのね、ダイソーの和田選手、うん、それとか柿沼のバントの失敗、はい、これはちゃんと平野は投げた意味がすごくあって、うん、でダイソーの和田をサードに刺したとかさ、はい、もうね素晴らしいプレーがねたくさんあるんだ、はい、だからそういうことをちょっとねこれからも意識してみるようにして、はい、ちょっとこういう風な深掘りをしていきたいと思います、はい、今回もこうピックアップする内容が本当に盛りだくさんで悩ましかったですよね、うん、悩ましかったし、はい、動画を撮るのに5時間かかったねまとめたり作ったり作ったりな、はい、こういうの作ったりとかして、はい、5時間かかりました、ま、どの内容を行こうかっていうところからもうこれはそう話してると長くなるから今回はこれにしようとかいうのがなかったですね、なかったな、はい、まあまあまあ、深掘りしましたけども、はい、いかがでしたでしょうか。またね、またやりたいね、こういうのやってほしいとかいうのもあれば、あればね、ね、またコメントにいただけたら、はい、やっていきたいですね。はい。はい、では。